Salut Lyoko, tu vas bien? On y va? On achète ici? スクルーツって、キャベツの漬け身の漬物みたいなものをたくさん あのスパイスを入れて作っていて、じゃがいもと、いろんなソーセージやハムを乗せて食べます。冬に食べると温かくしてくれる食べ物です。残りますレフォーホースラディッシュもちゃんとついていて食べてみたい。いただきます。おいしい。これどう思う？じゃあ買っとこう。じゃあ買いますね。これめっちゃかわいい。
一緒に乾杯しましょう。乾杯。あ、いい香り。おいしい。陽子さん、マスターしてる？マスターってアルザスの一番有名なチーズで、匂いがとても臭いんですけど、味が柔らかくて香ばしくて、美味しいです。あ、c'est super bon. C'est bon. C'est, c'est différent du vin, mais ça va très bien avec le fromage. え、セイリン。これも美味しそう。わざわざ作ってくれた。ありがとう。遠慮しないで食べるね。うん。うん。何入れたんでしょうね。ハム？ハムと、チーズと、パプリカかな？クリスマスの色、の赤と緑と、またこれも日本酒に合いますね。うん、合うよね。そうですね、アルザス、ここのアルザス地方は特にクリスマスの時期はとても大事で、アルザスはこのクリスマスツリーの発祥地であるくらい、伝統はこのクリスマスツリーも中世からある伝統で、アルザスの人たちは、クリスマスの飾りを大事にして、家の中も外もきれいに飾る人が他フランスの他の地方より多いと思います。はい、それから12月に、クリスマスの前の時期にみんなが美味しいクッキーをクリスマスのクッキーをたくさん作って、いい友達や同僚にそのクッキーをあげてみんなと仲良くする時期にもなってる。それからそのクッキーにシナモンやその他のスパイスをたくさん入れて、うちの中もそのいい香りでいっぱいなっていって、クリスマスだなと思います。出そうかな、今。どうぞ。これチームスターナーって言って、シナモンがたくさん入っているクッキーで、これクリスマスの時に必ず作るクッキーです。で、これはアニスというスパイスがたくさん入っていて、これも香りが強い。日本酒に合うと思うけど食べてみない？さっき買った飾りをここにしよう。